やったね。いや、すごい興奮してるわよ。やっぱり私たちできんのよ。やりゃできんのよ。そんなことある？あるわよ、それは。結局やっぱり、私たちが。素人とプロの差よ。いや、私たちプロなの？プロって心意気の心意気の話よ。最高得点って。当たり前じゃない。大丈夫よ。自信持ちなさいよ、月見ちゃん。まあ、そうよね。これ予選通過よね。まあ、そうね、予選ってか最高まあ、得点で予選を通過。予選に行くのよ、今から。予選に行くの？今。予選に行くのよ。どんだけ？先が長いの？これ。だから、オーディションこれ、今から受けに行かなきゃいけないのよ。あれは練習よ、あんなもんは。練習なの？そうよ。で、今がオーディション受けに行くから、今っていうか、次。次決勝じゃないの？次。オーディションよ。オーディション行くのよ。いや、決勝でしょ、この後。違うわよ。え？違うわよ、多分。オーディションに行くの？私たち。オーディションに行くのよ。そういうそうことなよ。の？そうなの？だから、あの技出せばいけるから。あの技って何？あの技よ。何よ、あの技。待つわよ。待つわ。待つわ言ったらいけるから。あそれうで出なせるから。で、ちょっと待つわだと、の？まあ、その、なんていうの？ちょっと時代の波に逆らってる感じはあるから、ちょっと私考えたの。やっぱ最近の曲も行かなきゃいけないな。最近の曲？何？グレンゲよ。え？グ鬼レンゲ。滅の刃の？そう。グレンゲを歌うのよ。わまあ、かる？いいわね。いい？流行ってるしね。そう。だグレンゲ月見ちゃん歌って。あれ、二人で歌じゃないから。いや、別に二人で歌ってもいいじゃない。いそんや、なの。あれ、グレンゲ歌って。一人で。何すんの、団子ちゃんは。私踊るか踊る？ら。急に？もちろん。私を歌うの？歌う。で、後ろで私踊るか後ろで踊るってそんなぶっつけるそんなことやる？ら。なんとか。大丈夫？大丈夫。二人で歌ってる方が変よ。いや、踊ってるのも、ちょっと私びっくりして。私の視界に入んないでね。なんで？踊ってんのは。まあまあ、確かにその歌ってる人の前に来るのは変よね。で、後ろにするわ。前とか絶対来ないで。視界に入られたらちょっと笑っちゃう可能性あるから。まあ、前は行かないわよ。後ろで、これ、こう、前出て。もう私こうね。まあ、この辺。こういうこと？この辺ね。ここで一人で踊ってんの？まだこう、おこっかちし。とか、こっちとかも行くわよ。いや、こ邪魔よ。れ。そうなるわよ。何なのよ。それパフォーマンスよ。パフォーマンス。真横じゃダメなの？真横じゃダメこうよ。だっだってたら。さ、見たことある？あんた、歌とダンスが真横でやってんの。なかいなかや、ないでしょ。確かにないかもしれない。私はバックダンサーとして、今回は。バックダンサーで、これぐこらいれぐで。らいで？で、こっちとかか。いや、邪魔よ。これでやるから、私。あ、そうなの？そうよ。ちょっとじゃあ、練習しない、ちょっと練習したいな。練習しときたいな、さすがに。いいわよ。ぶっつけは怖いわ。じゃあ、やりましょうか、練習。行きましょう。どこ行くの？練習しんよ。ここでやったらいいじゃない。ここで。カラオいいケわとか行きよ。たいの？あんたまた。いや、そうよ。だって暑いもん。お金使うわね、あんた。カ練習ラオしケに行好きましきょうよ。ね、あんた。まったく。